皆さん、こんにちは。OG だって塚おです。ということで、マリアでーす。はーい、皆さんも、今、まさに今、宝塚の公式サイトで、星組、ロミオとジュリエット、配役と先行画像が発表されましたよー <laughs> <laughs> ちょっとね、それを見て私も焦って今動画を撮っているんですけれども、いち早く皆さんとこの気持ちを共有したいと思って動画を撮っています。なので皆さん最後までしっかりと見てくださいね。はい、ということで、まずね、先行画像の方も発表されて、ちょっとね、先行画像に関しては、私的には、 意外な先行画像だったので、またね、これポスターになると、また別の画像でね、しっかり発表されるので、ポスターの方をね、ちょっと私待ってみたいと思います。ちょっとね、ロミオの衣装とか、意外な感じだったので、<laughs> あの、ちょっと、そのポスター画像の方を楽しみに待ってみたいと思います。はい、そして皆さん、早くですよキャスティング私、この、 OG だってずかおたです。YouTube でもね、勝手に妄想配役で発表していましたけれども、リクエストを。いやー、私の思ったのと、まあ、同じところもありましたけれども、えー、そこがっていうところがあったので、ちょっとね、順番に、はい、皆さん見ていきたいと思います。まず、まあ、ね、ロミオとジュリエット。これはね、変わりません。ロミオがレイマコトさん、こっちゃんで、ジュリエットがマイソラヒトミさん。 ね、なこちゃん。これはもうもちろん変わりません。変わりません。ここからですよ、皆さん。ここからです。まず、あの、ティボルト。いきましょうね。ティボルトが、あの、ジュリエットのいとこですね。はい。あの、ティボルトがなんと今回発表されたのを見ますと、こちらはい。相いひかるさん。そして、瀬尾ゆりやさん。決まりましたやっぱりで、ね でもね、皆さんちょっと言っていいですか私の勝手な妄想配役、リクエスト配役で、愛ちゃん、愛月ひかるさんは、ちょっと私、ね、当たってたじゃないですか。で、役代わりがあるならセオユリアさん、セオっちだっていうのも言ってましたよね。だここはね、結構私の中で、うーん、やっぱりねっていう感じで、今私もお友達とちょうどね、あの、やりとりとかをしていて、あ、そこはやっぱそうだったよね、みたいな感じだったんですよ。皆さんどうでしたか ちょっと皆さんの予想は分からないんであれなんですけど。で、その後、ベンボリオですよ。ベンボリオ。ベンボリオはロミオのね、あの、友人で、ずっとロミオとこう、幼い頃から一緒に育ってきて、ずっとロミオを支え続けるっていう心優しい友人なんですけれども、このベンボリオが、私の予想ではセオユリアさんでした。そして今回発表されたのが、はい、こちら。セオユリアさんと、ここ、役替わりでしたよ。皆さん。はい、もう一人は、 あやきひかりさん、赤さんですよ、赤さーん赤さーんいや、セオッチと赤さんの役代わり。ちょっと私は予想してなかったところだったので、私ね、妄想配役では、アイちゃんとセオッチが、ここ、ベンボリオとティボルトを役割わりするのかなって勝手にね、はあの妄想してたので、いやーベンボリオ、赤さんとセオッチですよ。 いやセオッチはね予想してたんであれなんですけれども赤さんね組替えで星組に来て活躍の場がね与えられてよかったですね本当に赤さんファンの皆さんも本当おめでとうございますいやちょっとどうなるんだろうでもねあのお歌も多いですしどうやって伝えようのところとかも赤さん歌ねお上手だから楽しみ <laughs> 楽しみ早く見た どんどん行きますね。どんどん行きますね。そして、はい、次、マーキューシオでしょ。マーキューシオもう一人のちょっとね、あの、割とやんちゃで、クレイジーな感じの、ロミオの友人なんですけれども、マーキューシオ私は、ここで赤さん、綾木ひかりさんと、あと、極わみしんさんと予想してたんですけれども、はい、発表されたのが、こちら。アマハナエマさん、そして、極わみしんさんですね。 いや、ここもね、あの、お一人は当たりましたよね、極わみしんさん。もう私はそ、そうだなって思ってたのでよかったんですけれども、もう一人が、まあ赤さんが、ね、別の配役だったということで、アマーナ、エマさん、ピースケくんですよ。いやー、でもね、でもあのー、私の周りでは、ピースケくんで、このマーキューシを、ちょっとクレイジーで切れた感じでとか、そういうのを、絶対うまいと思うっていう声も上がってたので、 いやーこれちょっと楽しみですね。ものすごく楽しみです、私は。この二人の役代わり、あの、それこそこの間のね、星組のショーのレイ、星の光線で、あの、フィナールナンバー、ピースケくんから、キワミシンくんにこう歌い継ぎとかがあって、あの二人ですよ、あの二人で役代わりですよ、皆さん。は役みたい。 もう私の中でこの「マーキューシオ」という役はあのぎりせいなさんちぎちゃんとかあとミヤルリカさんねミヤちゃんとかのイメージがものすごく強くていやーその役をこの2人が演じるんだと思うとなんかちょっとすすごくワクワククしますはいそしてそしてどんどんいきますよ皆さん愛ですよ愛愛の役愛の役が私は極真さんかあとあの さきしろけいさん、どちらかだって思ってたんですね。勝手にまた妄想してました。妄想してましたが、愛の役発表されたのがこちら。キサカオルさん、そしてアオミサリオさん。いやー、キサチン、よかった。いや、もう本当に、こう、二人ともね、ダンスがすごく上手で、でもあの、 私の予想とは外れましたが、これね、ものすっごく、ものすっごく私にとっても嬉しい配役でした。あの、キサチン、キサカオルさん、キサチンって本当にダンスが上手で、あの、もっと活躍してほしい、もっといろんな場所で踊ってほしいって思ってた男役さんだったので、いやー、キサチン、 嬉しいなあね、こっちゃんで、まあ、ことさんのお手伝いもね、してたので、してるので、こっちゃんもきっと嬉しいだろうなと思います。で、あと、リオくんも新人公演で主演をして、そこからまた、これからもうどんどん活躍していくと思ってたので、愛に挑戦ということで、ここもね、また、すごく楽しみな愛になると思います、役代わり。さあ、そして、皆さん、これ、死ですよ、死。 死の配役が、私はもうちょ、超びっくりしたんですけれども、なんと私が配役を予想してたのは、天花絵マちゃんと、天戸カノンちゃんだ、が、あの、来るのかなーって勝手に妄想してましたけれども、発表されたのがこちらはい相月光さんそして、天花絵マさんいやー、ここで愛ちゃんなのーっていう、<laughs> ちょっと私のお友達の後の、 あの、やりたいでも <laughs>、えー。えいちゃんが死なの <laughs> って、すっごく驚きました、本当に。いやあいちゃんで死ですよ。これ、ねあの、いや、すっごく、すっごくビジュアル的にもあいちゃん素敵だと思いますよし。でもちょっと意外でした。そこであいちゃんが死に来るとは。うわあこれでまたあいちゃんの新しい扉が開きましたよ、皆さん。 空組行って、旋回行って、星組に来て、もういちゃん、どっと,と新しい扉開いていくから、もうファンの皆さんも一生懸命ついていきましょうね。私もついていきます。いやー、あとね、ピースケ君、まあまあ、甘々えまちゃんはね、これは私も、いや、死で、ピースケ君行くんじゃないかなって思ってたので、いやー、これはちょっと、ねー、嬉しいですね。もう本当に、 なんでしょうね。めちゃくちゃ楽しみな死の役があるじゃないですか。もうすっごいどっちも見たいですよね、皆さんね。はい。そして、来ました、ジュリエットのウバ。これはね、私もう予想ドンピシャでした。はい、こちら。<music> アリサ・ひとみさんですね。まあ、本当にすごくバッチリな、もうすごくぴったりな配役だと思っています。なので、 またこれは想像はできるけれども本当にクラッチがどんな風にこの乳母を作っていくのかいやーめちゃくちゃ楽しみですもう本当に楽しみでしかないですねはいそして続いてロレンス神父ロレンス神父様はこの方でしたやっぱりねやっぱりまあそうですよねエマナおきさんでしたもうねやっぱりロレンス神父様といえばンコさんというね 皆さんのこう想像通りというか私の妄想配役ではあくまで星組だけで想像してたので戦火の江間直樹さんもうこれは間違いがなく素敵なね神父様になることも想像できますしこれまでやっぱりロレンス神父を何回も純子さんも演じてこられているのでまた違ったロレンス神父様を作り上げてこられるんじゃないかなってそこもね戦火さんならではのやっぱり 技術というか、が終わりなので、ちょっと楽しみにしたいと思います。あーすごーい。もうすごいすごい興奮。もうすごいしか出ない興奮してるんです。すいませんね、皆さん。そして、はい。パリス。パリスですね。パリスの役が、このお二人に決まりました。はい。綾木光ひかりさんと、極みしんさんでしたね。これね、綾木光ひかりさん。赤さんは私もそう妄想配役で、 こう想像していた通りなんですけれどもきわみしんさんでしたね役代わりがねいやーこれお二人ともねもう一つの役が「ロミオのこう友人」ということでかなり比重がね重いのでこうパリスの役とのまた比較もすごく楽しみですよねどれぐらいこう、まあ、全くね違うお役なのでいやどんなふうに作り上げてくるんだろう結構コミカルな役なのでいやー ああ、もうどっちも見たい、どっちも見たい。<laughs> さあ、そして、今度ね、お父さんお母さんですね、モンター牛。モンター牛の、はい、ロミオのお父さんは、想像通り、こちら、ミキチグサさん。ね、ミキチグさんですね。もう私も、妄想していた通りなので、もうこれはすごく、ああ、やっぱりな、という感じでした。そして、ロミオのお母さん、モンター牛夫人は、この方。 はい、白なつさん。こちらもね、私の妄想配役と、<laughs> ぴったり合ってましたよね。<laughs> はい、もう本当にこのお二方は想像通りというか、あの、ロミオとね、ロミオのお母さんとロミオのお父さんということで、温かい雰囲気がぴったりなお二人じゃないかなと思います。さあ、そして、今度、ジュリエットのお父さんです。ジュリエットのお父さん、キャピュレット教が、この方。はい。 天寿三月さんですよ。三ーここで来ました。ロレンス神父ではなかったんですけれどもね。ジュリエットのお父さんですよ。まあ、あこの役は、代々本当にお歌がね、お上手で、センカさんとかもね、演じられていた役ですし、こう重厚感があって、こう、お芝居がしっかりできる。 方なので、ミッキー、楽しみですね。ミッキーがどんな風に、ジュリエットのお父さん演じるんだろう。いやー。あかっこいいだろうな。<laughs> ちょっともう早く見たい。<laughs> そして、そして、えっ、ー、と、キャビュレット夫人、ジュリエットのお母さんですね。ジュリエットのお母さんは、私も想像していた通り、はい、この方、ユネキ・アンルさん。アンルちゃんですね。もうこれはね、いやー、絶対に素敵な。 こう色っぽい、艶っぽい、ね、お母さんをアールちゃんが演じてくれると思いますので、楽しみにしたいと思います。そしてですね、皆さん、ちょっと意外なところに、まさかの役代わりがあったのをご存知ですか気づきましたか皆さん。ベローナ太鼓ですよ。ベローナ太鼓でまさかの役代わりが来るとは思っていませんでしたが、この方々になりました。はい。 木崎レオさん、そして、春と優歩さん。いやー、ここまで役代わりが多いんだっていうことにちょっとびっくりしましたよね。ベローナ大公って私の中ではダブルキャストのイメージがなかったので、ああ、なるほど、そこまで役代わりで行くんだっていうのがちょっと驚きでしたけれども、まあでもね、木崎レオさんも あの、ゆうほくんも、どちらも、お芝居がしっかりまずできる演技者であること。そして、歌もしっかり歌えるお二人であること。ここがね、多分お二人の共通点じゃないかなと思っています。で、あの、まあ、本公演でもね、大きなお役になるので、このお二人が、どんな風に、あの、ベローナの民を束ねる太鼓を演じてくれるのか。ここがね、かなり、 いやあ、楽しみですねー。本当に、こうやってね、公式サイトでもまさに今、先ほど発表されたばかりのロミオとジュリエット、星組のロミオとジュリエット、配役の方をね、皆さんにシェアしてきましたけれども、皆さんいかがでしたでしょうか私も大興奮のままお届けしてきましたけれども、この動画、面白かったね。ためになったよ。役 れた方はぜひいいねボタングッドボタン押していただけると私も励みになります。よろしくお願いします。そして王子だって塚本たです。はい、インスタグラムやブログやツイッターなどもやっていますのでよかったら概要欄に貼っておくので見てくださいっていうことで、もうとにかく私が早くびたいんです。ラミアとジュリエット皆さんもそうじゃないですか。 もうね、配役が発表されたら、ガザン、ガザン、ガザン、ガゼンテンションもね、上がりますので、これからは、あとはポスター画像ですね。ポスター画像が発表されるのを楽しみに待ちたいと思います。ということで皆さん、最後までご覧いただいてありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバーイ